2014年クリミア危機ロシアによるクリミアの併合クリミアとウクライナ、ロシアロシアによるクリミアの併合は国際的にウクライナの領土とみなされているクリミア半島を構成するクリミア自治共和国、セバストポリ特別省、ロシア連邦の領土に加えるもので2014年3月18日にロシア、クリミア、セバストポリの3社が調印した条約に基づき実行された。 1991年のソビエト連邦崩壊、ロシア連邦成立後初のロシアにとって本格的な領土拡大となった。クリミアとセバストポリにおける住民投票、独立宣言、併合要望決議、そしてロシアとの条約締結という段階を踏んで併合宣言が行われたが、国際連合やウクライナ、そして日本を含む西側諸国などは主権、 領土の一体性やウクライナ憲法違反などを理由としてこれを認めず併合は国際的な承認を得られていない。ケルソン・レソスの遺跡と聖ウラジーミル大聖堂。ウラジーミル・プーチン大統領は3月18日に演説で988年のクリミアでのウラジーミル、聖王の先例にまで言及した。オスマン帝国の創始下にあったクリミア韓国をロシア帝国に併合した。 エカテリーナ2世。クリミア半国は、ジョジウルスの後衛国家としては、最後のもので、そのロシアによる滅亡は、タタールの首機の終焉を意味した。ロシアは、988年に全ルーシの共通の祖先である、ウラジーミル一世が洗礼を受け、ルーシのキリスト教家の短所を開いたのは、当時東ローマ帝国の支配下にあった古代ギリシャ都市、ケルソネソスであったとして、クリミアが、 ロシア固有の領土であることを主張している。一方、ウクライナは、モスクワに関する初めての記述は1147年で、あるとし、そもそもキエフルー氏を、ロシアの起源であるとの立場を認めない立場をとっている。国家起源は、ロシア氏とウクライナ氏の歴史観の相違の見られる、重要点の一つである。キエフ大公国と、東ローマ帝国は、13世紀前半のモンゴルの、 ルーシ信仰によってクリミア半島における支配権を失った。1239年からクリミアはモンゴル帝国の分子であるジョチウルスのトゥルクモンゴル系諸部族の支配下に置かれた。クリミアにいたタタールの諸部族は1441年にチンギスカンの末裔であるハジギレイを藩としてクリミア藩国を形成した。クリミア藩国が形成されたのと同じ十五世紀頃、 モスクワ大公国、リトアニア大公国とハンコクとの間の干渉地帯となったステップに住み着いた、聖教徒の人々が、コサックと呼ばれる武装集団を形成した。1550年代、ウクライナコサックのヘトマン、ドミトロビシネベツキーは、コサックを軍事組織化し、ドニエプル川の中州に、タタールの侵入に対抗するための要塞を建設した。これにより形成された、 ザポロージャシーチのコサックは、クリミア半島やオスマン帝国への襲撃を行うようになった。コサックが、ポーランドリトアニア共和国からの自立を目指した、フメリニツキーの乱では、ヘトマンのボフラン・フメリニツキーは、クリミア半国と同盟して拒兵した。1682年、第二次ウィーン包囲により、大トルコ戦争が開始されると、ロシアも参戦して、ロト戦争を有利に進め、 1700年にコンスタンティノープル条約が締結された。1774年、ロト戦争に敗れたオスマン帝国は、キュ旧ュク海ナルジ条約で、クリミア半国の総資権を放棄させられ、名目上独立したクリミア半国は、ロシア帝国の影響下に入った。1778年にはロシアによって、聖教徒の住民がクリミアから、アゾフ海北岸のマリウポリ周辺に、 強制移住させられた。そして1783年、ロシア帝国は、キュ,チュクカイナルジ条約を破棄して、クリミア半国を併合した。当時の皇帝エカテリーナ2世の長身、グリゴリー・ポチョムキンの主導で、クリミア半島とその北のノボロシアと呼ばれる地域の開発が推し進められた。この時には開発のために移住させられた者の,の多くは、ウクライナコサックであった。 南下政策を推し進めていたロシア帝国にとっては、クリミアは、格好の不登校の建設地であり、セバストポリ要塞などが建設されるとともに、国会艦隊が創設され、これを母校とした。1854年のクリミア戦争では、セバストポリ要塞をめぐる攻防戦は、国会戦線では、最大の激戦地となった。比較的温暖な気候であることから、 アレクサンドル三世がヤルタのリバディア宮殿を営んだように、クリミアはロシア人の保養地として賑わうようになった。アレクサンドル・プーシキンがバフチサライを訪れ、クリミア反国の伝説に基づいたバフチサライの泉を表したり、レフトルストイやアントン・チェーホフがヤルタに一時期を構えたりしており、チェーホフの犬を連れた奥さんの舞台にもなっている。このようにクリミアは、 ロシアロマン主義の中心地となった。20世紀に入り、ソビエト連邦が成立し、クリミア半国の流れを組むクリミアタタール人の他に、多くのロシア人が移住し、クリミアの住民を構成することとなった。第二次世界大戦中に、クリミア半島に進撃してきたドイツ国防軍に、民族の一部が協力したとの疑惑から、ヨシフ・スターリンは、クリミアタタール人民族全体を、 シベリアやウズベクなど中央アジアへと強制追放し、その過程で同民族の約半数が死亡する事態となった。第二次世界大戦後の世界情勢を決定づけた、ヤルタ会談が開催されたのは常日ヤルタのリバディア宮殿においてである。スターリン死後の1954年、ニキータ・フルシチョフによりクリミアは、ロシア共和国から、 ウクライナ共和国へ両国の友好の証として活動された。1991年にソビエト連邦は崩壊し、追放されていたクリミアタタール人もクリミアへと帰還した。しかし、ソビエト連邦の崩壊後に、ウクライナがセバストポリに駐留する国会艦隊の一部の所有権を主張したため、ロシアとウクライナの間に対立が発生し、 クリミアではウクライナへの帰属を望まない、ロシア人住民を中心に分離独立を求める声が起こったが、最終的にクリミア自治共和国として、ウクライナの一部となった。2014年のウクライナにおける政変で、親ロシアのヤヌコービチ政権が崩壊し、親欧米の暫定政権が発足したことに、クリミア住民の一部が抗議し、親政権派と衝突。 クリミア自治共和国最高会議をロシア兵が制圧し、内部の様子が不明なまま、クリミア自治共和国はクリミア共和国となるとの宣言が採択されたとの発表がなされ、ウクライナ政権の支持を表明したアナトリー・モギリオフ、閣僚会議議長は解任され、クリミア自治共和国議会における小政党、ロシアの統一党の党首であったセルゲイアクショーノフが首相に指名され、 ウクライナ法に反する形で、悪症の不正権が発足したことが発表された。クリミア共和国議会とセバストポリ市議会はロシアへの併合を問う住民投票を3月16日に行うことを決定したが、領土変更は国民投票によってのみ議決することができると、ウクライナ憲法第73条で定められており、このためキエフの暫定政権や、 国際連合や日米 OG7 をはじめとする国々組織は住民投票の中止を訴え結果を受け入れないと表明する一方ロシアは結果を尊重するとした投票5日前の3月11日にクリミアとセバストポリはウクライナからの独立宣言を行い住民投票でロシア併合が賛成多数となれば即時に独立 ロシアへの併合を求めるとの内容を決議した。これは国際法上、当該国同士の合意なしに、領土の貴族化変更を行うことは認められない懸念があるため、独立宣言を行うことで、ウクライナからの分離を規制事実化し、独立国家としてロシアに併合されるための体裁を整えるためのものとされた。 住民投票は16日に、ウクライナ国内法に反する形で行われ、その結果、クリミア共和国中央選挙管理委員会は、クリミアとセバストポリの両方で9割以上の賛成票が投じられたと発表した。NGO の有権者委員会は、投票者リストの内容の変更手続きが容易であった、ため多くの不正が可能であったと発表するなど、多くのメディアが、 投票日当日の不正の様子を報道した。さらに、セバストポリでは、登録有権者数を99万も超える、投票数があったことが分かっている。また、ロシア大統領直轄市民社会、人権発展評議会が後日行った報告では、実際の投票率は30から50%であり、そのうちクリミアのロシア併合に賛成したのは50から60%であったとしている。 国際社会が早々に同住民投票を認めないと発表する中、ロシアはこの住民投票の結果に従って3月17日に両者はウクライナからの独立とロシアに併合を求める決議を採択した。条約に調印するロシア、クリミア、セバストポリの代表、クリミア共和国をロシア連邦に併合し、ロシア連邦に 新たな連邦構成主体を設立することに関するロシア連邦とクリミア共和国との間の条約クリミア共和国及びセバストポリ特別市をロシア連邦に併合しロシア連邦に新たな連邦構成主体を設立するためのロシア連邦憲法条項2014年3月17日ロシアはクリミア共和国の独立を承認翌18日 ウラジーミルプーチン大統領は、クレムリンで上下両院議員、地域指導者、社会団体代表らの前で演説し、住民投票の投票率が8割を超えたことに触れ、投票は民主主義的な手続きに則っ,ったものであり、国際法に完全に準拠した形で行われたとした。また9割以上がロシア併合に賛成したことは、十分に説得力のある数字だとも指摘した。 この結果を根拠とし、クリミアとセバストポリを新しい連邦構成主体として、ロシア連邦に併合する関連法案の可決を、ロシア議会に求めて演説を終え、引き続いてプーチンとクリミアのアクショノフ首相、クリミア国家評議会のウラジーミル・コンスタンチノフ議長、そして、セバストポリ特別市評議会のアレクセイ・チャリ議長が、ロシアと クリミア共和国の二国間条約の形式を取ったクリミア共和国をロシア連邦に併合しロシア連邦に新たな連邦構成主体を設立することに関するロシア連邦とクリミア共和国との間の条約に調印した。プーチンはロシア併合を宣言した演説の中で次のようなことを述べている。クリミアとセバストポリの併合に関する条約は3月20日。 ロシア会員が443対1で批准。翌21日にロシア上院で出席議員155人が全会一致で批准した。これにより2016年1月1日までクリミアではウクライナ通貨、フリブニャとロシアのルーブルが併用され以降はルーブルのみが流通することや併合後にクリミアのうち元の自治共和国は ロシア連邦の連邦構成主体としてのクリミア共和国にセバストポリは都市単独で連邦構成主体である連邦市となることなどが定められた。ただし通貨については3月18日にクリミアのテミルガリエフ副首相が3月いっぱいを持ってフリブニアの流通を終了しルーブルに一本化することを表明している。3月19日には ロシアのアントン・シルアノフ財務大臣がクリミアとセバストポリが抱える財政赤字550億ルーブルをロシアが負担すると発表。3月20日にはロシアがクリミア住民に対しロシア旅券の発給を開始。20日にはアメリカとロシアが双方に制裁を拡大すると発表し制裁合戦の様相を呈した。ウクライナは様々な場面により ロシアによるクリミア併合などの論理に反論している。在日ウクライナ大使館が2014年8月から9月にかけて日本語で Facebook と Twitter の公式アカウントでウクライナの立場を主に以下のように表明している。また、ウクライナの主権と領土保全を制約した1991年の CIS 創設に関する協定や1997年のロシア・ウクライナ友好協力条約などロシアが締結してきた諸協定に反していることも指摘された。2014年3月18日に署名されたクリミア共和国をロシア連邦に併合し、ロシア連邦に新たな連邦構成主体を設立することに関するロシア連邦と クリミア共和国との間の条約の中身は次のようなものである。2014年のクリミア危機に対する世界各国の反応。紛争の平和的解決を求める声明を出しただけの国ウクライナの領土の一体性を支援する国ロシアの行動を強く非難する国ロシアの行動を軍事介入と解釈する国ロシアの行動を指示、もしくは ウクライナ暫定政府を非難する国ロシアの国益を承認する国ウクライナロシアロシアによる併合を認めないとする国際連合総会決議68-262への投票結果賛成反対危険欠席国連非加盟国地域2014年2月28日にウクライナはウクライナの領土保全を脅かすクリミア自治共和国における状況の悪化を理由に 国連安保理緊急会合の開催を求める訴状を提出した。この訴状を受けて3月15日には安保理会合が開催され住民投票を認めないよう国連加盟国に求める安保理決議案が採決されたが、この決議案はロシアの拒否権行使により否決された。そこで3月27日にこの安保理決議案とほぼ同趣旨の国連総会決議68。 262が採決され、賛成100、反対11、危険58で採択された。国際司法裁判所は2017年4月19日、先住民族であるクリミアタタール人については差別の存在を認定し、ウクライナ語教育の機会提供やメジュリスへの活動制限の停止などを求める仮保全措置を命じた。ロシア外務省は ICJ が クリミアの法的地位を審理対象にしなかったことを評価した。国際連合難民高等弁務官事務所は2017年9月25日、クリミアにおいて、ロシア治安当局や、新郎恥経団による拘束、誘拐、暴行、拷問といった深刻な人権侵害が多発しており、死亡者や行方不明者が出ているとの報告書を発表した。ありがとうございます。